終わったあ、また来たゆっくりで大丈夫ですよとあっラッコのスタンプ <laughs> ありがとうかオーブンタイマーの止まる音がしたしそろそろかな。 とうとうできたみたいだね。お待たせしました、神城先輩。いや、しかし、これは、改めて見ても、凄まじい見た目だね。なんといってもまず、目を奪われる色合い。派手な青や紫、そして全体にまぶされたスプリンクルのカラフルな色合いが、驚くほどに食欲を失わせる。それだけじゃない。 オーブンの中で破裂したせいか、カップケーキの上部は大きく膨らみ、一部が容器の外へと、その中身を垂れ流している。ダムの放流を思わせる荒々しい見た目だが、色合いもあってますます独特し、およそ食べ物として認識したくない。先ほどまであったはずの空腹感が、どこかへ逃げ去るような見た目だ。だが、食べ物は見た目で判断できないはずだ。 まだ味に期待することはできる。<laughs> それでは、いただきます。<laughs> <laughs> 口にした瞬間に広がるジャリジャリとした食感。これは溶けきらなかった砂糖か。だが、ただひたすらに甘いというわけでもなく、 ところどころ薬のような苦味もある。それに表面には非常に硬い箇所もあれば柔らかすぎる箇所もあり、食感がいいとは言い難い。一応、何とか食べられないこともないが、それでも人に渡せるかというと難しいね。どう、でしょうか。<laughs> そうだね。何というか。 でも、個性的な味だ。個性的すみません。俺も一口。うっ。これは、ひどいですね。すみません。下げさせていただきます。いや、最後まで食べきるよ。せっかく青柳くんが。 思いを込めて作ってくれたものだからね。うん。うむお兄ちゃん？うん。あ、そうだ。父さんたちが食事会をするのであれば、俺たちも盛大なホームパーティーをすればいいではないか。あ、それすっごくいいかも。そうだろう、そうだろう。もっと褒めても構わんぞ。 さすがお兄ちゃんひゅひゅーお兄ちゃん、お皿もう準備したうんテーブルクロスもバッチリだ料理の方はどうだビーフシチューはしっかり煮込まれているかバッチリってそのテーブルクロス裏表逆じゃない何あ本当だタグが丸見えだ俺としたことがもう 早く直さないとトウヤくん来ちゃうよそっかよかったちなみにビーフシチューは私とお兄ちゃん二人で一緒に作ったんだ焼いたり煮込んだりは先が俺は野菜を洗って切ったぞおおうまそうなカップケーキだなあれしかもこれって手作り もしかして、トうやくんが作ったのはい。お口に合えばいいんですが。な、な、ななななにーとやが手作りのお菓子だとはわ、あ、ー、ほんとありがとうすっごく、すっごく嬉しいよ。うまい、うんうん うまいぞトウヤ今度はこのチョコチップのものをもらっていいかあ,あお兄ちゃんずるい私も食べたいなそれなら半分こにするかほら半分あありがとうお兄ちゃん <laughs> 嬉しいなそうだトウヤくん紅茶のおかわりいるあはいお願いします ほなちゃんのおうちの餃子はニラや野菜がちょっと多めに入ってるって聞いたことあるよほうそれはヘルシーな餃子だなるいの家の餃子とは大違いだるいさんちああるいが筋金入りの野菜嫌いでな肉しか入っていないらしいぞええー、っあ お前、確か文化祭の。ゾンビ狼で怖がってた人だ。はあ別に怖がってねん驚いただけだ、あの時は。日の森さんは何探してるのえっと、蜂蜜と味噌と。ああ、それなら確か、奥の方の棚にあったかも。ほら、こっち、ついてきて。 うん <laughs>、うん二人とも急に笑ってどうしたの志保ちゃんがすっごく嬉しそうに笑ってたから私もなんだか嬉しくなっちゃってえそんなに顔緩んでた <laughs> とってもいい笑顔だったよ <laughs> 言ってよ恥ずかしい <laughs> <laughs> うん お母さん、先に入っていいよお皿私が洗っておくからあ,あっああっあアキト何してんのもしかしてお皿割った割ってねえよ水の中落としただけだつぅかお前が変なこと言うからだろうはあ別に変なことなんて言ってないでしょなんだか すごく雰囲気あったねさっきも「おしゃれだ」ってはしゃいでたしえそんなにはしゃいでないよ普通だってっておー見て見て海だよ海カモメが遊んでる <laughs> 今もはしゃいでるみたいだね 大丈夫、井上さん気をつけてね転んじゃうと危ないからえっんで敬語なのあああどどうしたのきあっあれ見てあれはるかちゃんのサインだ えすごいなんか本当に芸能人なんだそんなマシマシ見ないでよアスランにいた頃のだから今とは違うんだしもしもし草薙さんあごめんねこんな夜遅くにううん、うん、大丈夫ちょうどお風呂上がって麦茶飲もうとしてたところだから そうなんだお腹冷やさないようにねそれで変装って言ってたけどどんなの選んでくれたのまずね帽子でもいろいろ悩んだんだけどこのキャスケット帽とかどうはるかちゃんにぴったりだって思ったんだああいいねシンプルなデザインで今日だけじゃなくて普段使いもできそうだしこのサングラスはどうかな かっこいいって思うんだけどそれはちょっとやめとこうかな派手すぎて逆に目立っちゃうかもえだって似合うと思ったから <laughs> 分かったじゃあこっち寄って星野さんもっとハムってやっちゃったらこ,こうこうあ可かわいいね じゃあ行くよどどうだったうんきれいに撮れてるよじゃあこれ送っちゃうねあう,うんありがとうちょっと恥ずかしいけどサキたちどんな顔するかな何で食べてるのそれみんなのおやつって言ってなかったそれにしても天ンさん 変なスタンプ使ってるねああこの力士のスタンプうんこの号泣する力士ってシリーズなのそうみたい最近このシリーズがお気に入りらしくてよく使ってくるんだよね私ずっと前から思ってたんだからいつか名前で呼んでくれないかなってそそんなことでいいの わた私もみんなと今よりもっと仲良くなりたいしこれからもよろしくね先。きあっま眩しいもう咲きってば大げさだよでも私も名前で呼んでくれると嬉しいなもちろんよろしくね一花 ななんだか実りの気持ちが分かった気がする個人的にはもっとペンギングッズを増やしてちょっとした南極を作りたいんだけど南極風邪ひいちゃうんじゃないなんで部屋の温度まで下げる前提なのえあれなんか違った <laughs> <laughs> でも確かにいいな。 好きなものでいっぱいの部屋って。いっちゃんは、焼きそばパンのクッションとか、グッズをいっぱい置くとかうーん。あってもいいけど、ミクのグッズの方が嬉しいかな。あははだよねほなみーちゃーんあエムちゃん、おはよう。 朝から元気いっぱいだねうん今日もお日様がとってもシャリシャリしてるから元気もりもりもりのクマさんなんだそうだあのねあのねあたし花美ちゃんにあげたいものがあるの私に何かなえへへじゃジャーん秋山さんあのどうかしましたうんうん。 ほなみちゃんって、聞いてた通り、本当にいい子だなって思って。え、そ、そうでしょうか。ほんとほんと。かなで、こんないい子にいつもお世話してもらってるんだから、感謝しないとダメだよ。え、あ、うん。ごめん、感謝はしてたんだけど、うまく伝えられてなかったかも。そんな、十分伝わってますよ。 うわぁ。すごいすごいすごいよ、これこんなにたくさんドレスがあるなんてどれも本当に綺麗本当ですね。こうして近くで見ると、ドレスってとっても豪華で、なんだか圧倒されちゃいます。あはは確かにそうだね。うわこのスカート見てよ カートこれはねプリンセスラインって言って童話に出てくるお姫様みたいにふわっとしたスカートなんだよしかも後ろのリボンも超かわいい確かにすごい大きいなでしょでしょそれにこっちなんかパンツドレスだよおっしゃれていうか背中のレース細かうわこれスリット入ってるちょっと大人な感じでいいなうん あのベルラインのスカートすっごくふわふわノースリーブもシンプルで綺麗だしこっちのミニのも可愛い,いなここにあるドレスどれ選んでもいいのあこれ試着もできるみたいねえかでこのティアラつけてみてよえ私いいけど。 すごく綺麗ですよ、よいささん。うん。奏では普段あんまりおしゃれしないからな。せっかくだし、こっちのネックレスもつけてもらおうかな。あと、このブレスレットも。いいけど、うちょっと体が重い。ははは。でも、ちゃんと似合ってるよ。<laughs> ドレスを着たら、きっと本物のお姫様になっちゃいますね。 そうかなおっ始まった二人のドレス姿楽しみーおーおなみちゃん綺麗へえメールダウンもやって結構本格的なんだ お、奏でも来た二人ともすっごく綺麗だよふぅ。<laughs> これ、ちょっと歩きにくいね。ヒール高いですしね。でも、すごく綺麗で、似合ってますよ。ありがとう。望ちづきさんが選んでくれたおかげかな。はっはっはっはー 可憐な花嫁たちよ我が輩の供物となるがいいえっとこれどうなるのそんな吸血鬼に狙われてしまうなんてとっても怖いどどうしたらいいのえも望月さんえエムちゃんいえ大鳥伯爵 この感じです玉ねぎはそうやって横に切れ込みを入れてから縦にもう一度切っていくとみじん切りが簡単なんです本当だでもくっついてるところあるちゃんと切れてなかったみたい <laughs> 十分上手にできてますよそれじゃああと一個はお任せしてもいいでしょうかうんやってみる 望月さんどうしたのああ、い,いえ何でもないですよそうだサラダも作っちゃいますねえっと確かキャベツがまだ冷蔵庫にいやっだ大丈夫足を椅子にぶつけちゃってででもこれくらいなんともそそっかいっぱい書類持ってるけど もしかして先生から頼まれごとあここれはわあしょ将来がーもう何してんだかもし本当に単位制に行くことになっても今までみたいにメッセージ送るね毎日ううん、うん、1時間ごとに連絡するからごめんそれはちょっと重いかも。 なんか今日のみのりちゃんすごく張り切ってたね積極的に手を挙げて答えたりしてまあ見事に間違ってたけどねそそれはいいの大事なのは授業に参加する気持ちだから単位制に行ったらみんなと一緒に授業を受けたり準備したり掃除したりそういう機会もきっと少なくなっちゃうと思うからなるほどねそういうことなら。 今日の実りの気候も納得できるよえー、気候ってひどいよ私は一生懸命やってたのにいいねじゃあ私はこのウサギが乗ってるやつ頼もうかなおっシホちゃんらしいですなべ別に全員違うの頼むなららしいもらしくないもないでしょじゃあ私はこのクマが乗ってるケーキ頼むから。 熊の部分は、日の森さんにあげるね。だから、気にしなくていいって。うーん。あと少し、ほんの少しだけ右かも。こ、これくらいかな。ああ行き過ぎだよいっちゃんダメか。もう少しだと思ったんだけどな。 みんな、何か取れたううん、こっちはダメって。そ、そのいっぱいのぬいぐるみはあ、実は、青柳くんがこういうの得意で、前に少し教えてもらったんだ。UFO 師匠と呼ばせてください名前ダサすぎでしょ。おろなにぃよし ならば決まりだな。く、朝日奈さん、いあいり、よろしく頼むええ。で、なんで私だけフルネームなのよ。実は、その、さっきがよく、ハッピーエブリデイだと言っていたので、一度名前をハッピーエブリデイと覚えてしまってな。なんとか名前を覚え直そうとしていたら、桃井愛里と呼ぶ癖がついていたのだ。 気分を害するようなら変えようと思うが。そ、そうなのまあ、そういうことなら別にいいけど。そうか助かるぞ、桃やいり。ちょ、もうちょっと小声で。一応アイドルなんだから。は確かにそうだな。なんか、天馬くんと話してると、バラエティ番組に出てる気分になるわね。すごいわこの雨、宝石みたい うむこれは舞台の小道具として使えそうだな指輪の宝石部分にすれば王が発狂とともに指輪を食らうなんて演出も <laughs> いいねえまったく <laughs> えそのお餅試食してもいいんですかそれじゃあお一ついただきます あ,あちょっと勝手に移動しないのあんたスマホの充電切れてるんだからーおやあれは織物の専門店じゃないかいつか衣装に使ってみたいと思っていたんだよねおいお前も勝手にどこか行くんじゃなーい賑やかな日になりそうだな。 これなんてどうかしらグレープフルーツ組風生むつはしよ。グレープフルーツ組風生むつはし,つはしなんていうか、不思議な組み合わせだね。お土産屋の競争の中で生まれた悲しきモンスターって感じね。けれど、ちょうどいいかもしれないね。エムは変わっているお菓子が好きだし、ネネはグレープフルーツが好きだから。 いや、さすがにチャレンジしすぎだろう天馬さんは何を探してるんですかなあ、ゴールデン京都人形をですね。ゴールデン京、何ですっておそらく、金色の京都人形のことかと。いや、そういうことじゃなくて、ないでしょ、そんなものこのカラフルなコンペトはどうかしらお星様みたいじゃないおお、確かに。 見た目もかわいらしいしとてもいいなウ <laughs> よかったわそうだしーちゃんにも買っていこうかしら金平糖を食べてるしーちゃんたち <laughs> とってもかわいいでしょうねそうだな何とも平和な光景だそうね <laughs> 和菓子楽しみねってししずかがいない <何>それは大事件なのでは大事件あっ何せ雫はとっても素敵ですねああんなところに雫もうスマホも使えないんだから迷子になったら大変なのよあっ愛梨ちゃん <laughs> 俺は、世界一の、スター、になるちょ、そんな大声でお参りすることあるび,びっくりした。その時思ったの。スカサ君は、本当に友達思いな人なのねって。はっはっは、それほどでもないぞ。それに明るくて、勇気もあって、機転も効いて。うむ。 うむ忍耐強くてどんなことにもまっすぐで逆上がりができなくても居残りして練習するくらい努力家でそそこまで手放しで褒められるとさすがに照れるなおやおや司くんも褒められて照れることがあるんだねお前人を何だと思っているんだ皆さんが スカザくんたちのお友達ですか。はじめまして、日の森しずくです。今日はよろしくお願いします。うん？何がだ。というわけで、レオニード感謝ライブにお兄ちゃんたちをご招待させていただきます。おお。 またサキたちのライブが見られるとは任せろサキたとえ槍や爆弾が降っても必ず見に行くぞ <laughs> そんなの降ってきちゃったらライブ中止になっちゃうよ草薙さん、歌を教えてくれて本当にありがとうう,うん。改めて言われると、ちょっと恥ずかしいけど。えっと、 そろそろ歌の練習、始めよっか。